Thank you.
倉茂。ベース加藤幸也。ありがとうございます。改めましてマルチパーパスステューディオと申します。今日はですね、ジャズのラインナップを演奏しようかと思うんですけども、曲をですね、題材を皆さんのよく知っている曲を、モチーフに演奏しようかなと思います。まずは、ジブリの曲からですね。結構ジブリの曲などは隠れた名曲があってですね、ジャズのアレンジをするにうってつけの曲がたくさんあるんですけども、その中からあんまり有名じゃないかもしれないんですが、聞き覚えがあるような曲をお送りいたします。隣のトトロから5月の村。
覚えがあれば嬉しいです。業務連絡なんですけれどもですね、今日皆さんスタンディングで、お食事していただいているんですが、上の階も実は利用可能だというふうに、聞きました。上にはですねテーブルと椅子が用意されているそうなので、ちょっと疲れたな、座って飲みたいなという方はぜひ上の階もご利用ください。では引き続き隣のトトロから、風の通り道という曲をお送りいたします。
ありがとうございます。ジブリの曲からよくお送りしました。僕らはですね、いつもジブリをやってるわけではなくてですね、いろんな、ジャンルに挑戦しながらメンバーも変えながらなんですけれども、その時々に合わせていろんな音楽をやってるバンドでございます。ジブリを2曲お送りしましたが、ここからもう2つは、ディズニーの方から、選曲しようかなと思います。この曲はあんまり、これもまた有名な曲じゃないかもしれないんですが、聞き覚えあるなと思っていただけたら幸いです。シンデレラから、夢は密かにという曲をボサノバのアレンジでお送りいたします。
最後までお付き合いありがとうございます。 ありがとうございます。この後ですね、こちらのイベント自体は9時までありますので、まだ食事もワインもたくさん残ってるそうですよ。ぜひ皆さん最後の一杯駆けつけて、飲んでください。マルチパーパスストゥーディオでした。こちらのイベント明日明後日も続いております。飲み足りない食べ足りない方はぜひ明日明後日もお越しください。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。